今日何時からかな、結構遅いよ、昼1時2時とか、結構暇。次回よろしくお願いします。夜配信さ、めっちゃくちゃやりたいんだけど、あの STU 人生初のことが起きてて、今日の夜まで、今日の昼以降の予定、お話し会の後の自分のタイムスケジュールがまだわからないんですよ。全然あのこれはしょうがないことなんで、それはやばいねとかじゃなくって、ちょっと事情によりまだわかんなくって、だから夜できるか微妙なんで、やっといたけど、まあできるっしょって感じ。
8時ぐらいのやつが1本増えるんですけど、今日はよろしく、よろしく。送信したんですよ。結局そしたら検閲って引っかかっちゃった。時間外なのでダメです。あ、リクロ、リクロおじさん食べたい。リクロおじさん大好き。リクロおじさん買って帰ろうかな今日駅で。リクロおじさん買いたいな。買ってから行こうかな。話し会の争奪戦になっちゃう。うわー食べたい。おじさんの店行くと絶対リンゴジュースと6分の1カットを頼む。カンサートチョコありがとう。モーニングか朝マックか前中コメダやろ。コメダやって値段そんな変わらんよ。とかね、こんメイドカフェ行かないの。メイドカフェはちょっと土日やから無理やな。コントロやろうな。整理券取らな。入れんのじゃん。
しんでね。どの辺なのか知らんけど、会場街中ではないのかな、多分。あんまりそのコアな2なところは知らんけど、一人歩きで行けるところは、街中じゃないんだ。あ、そうなんだ。服とマスク合ってるでしょ、色でしょ。そっか。遠いんだ。そっか。今日も暑いんかいね。上着昨日全然いらんかった。大阪で迷子になったことない。まあない、迷子になるほど言ってないけど、別に環状線乗れなくってうろうろしたこともあるけど、基本はね、大丈夫。今日も気温上がる。あ、そうなんだ。あ、めっちゃこっちの目がむくんでるな。あ、でも梅田でなんかもう阪急とか阪神電車とかなんかね、なんとか電車みたいないっぱい JR なんかよくわからない。私は梅田駅にいるんだろうけど、これは何の電車なんだろうかみたいなことになりませんか。よくわかんないですね、あれは。難しい。だから、まあ、確かに一回日本橋ぐらいで迷った時に、もうとりあえず御堂筋線に乗れば新大阪に着いて新幹線乗れるって学んだんで、迷ったら赤いマークを目指して歩いて本当になんか難しい。関西っていうか、都会の電車は難しいね。昨日も泊まってる、ま、ホテルから下北沢に行ったんだけど、東京でなんか行きは乗り換えしたんだけど、帰りは乗り換えせずに帰れたんですよ。あれ、でも同じ駅から乗ってるんですよ。なんだか同じ駅から乗ってるけど線が違ったみたいな、色が違う電車に乗ったんですよね。だから違ったんでしょうけど、なんかあ、これはたまたま帰れたけど全然わからないわってなった。井の頭線、あ、そうそうそう、そんな感じ。あれは気分、電車の気分なんですかね。なんか乗り換えありで行ける時とな、乗り換えしなきゃいけない時があって、あれはもう電車が今日は行ってやろうかなーみたいな感じ。難しすぎだよ。お、カンツタワーありがとう。ごめん、ちょっと今日コソコソしてるけど、フラワースタンド、あ、お花束かな。カッツありがとう。ハッピーホワイトデー。
カロン食べたい。今日差し入れあるかな。でも昨日私差し入れでなんか甘い桜のなんかやつもらったんだけど、ありがとうございますってちゃんと言ってあげました。マネージャーに意志固くない？今回意志固くない？ちゃんとお菓子全部できてる。だけどたこ焼きはいいですよね。ご飯だからお菓子じゃないからね。たこ焼きはいいと思います。もしあったら。串カツ食べたいね。絶対串カツの差し入れあるわけないからちょっと昼間やってる串カツ屋さん食べてから行こうかな。お腹すいた。新世界で食べた串カツ美味しかった。新世界に行ったことない私。通天閣の方に行ったことなくて、串カツのキッチンカーあるの、すごいね。昼から飲んでるの、やばいな。みんな酔っ払ってこないでね、私かい。ダメだよ。ダメだよ、酔っ払ってこないでね。終わってからだよ。ありがとう。インスタ頑張ってるんでフォローしてください。6160人くらいになった。結構なんかね、あと半年あれば多分1万人いくんだけど、今月は無理だね。結構厳しそう。おはようございます。毎日してるんだけど、まあ2日に1回は投稿しようとしてて、そうそうそう、なんか別にね、全然コメントとか強要してるわけで、なんかコメントしづらくない？インスタの投稿って、なんかおしゃれなもの載せました、うんみたいな。だから別に無理してコメントしなくてもいいし、コメントしてくれたら嬉しいけど、なんか別にあんま無理せずみんなも
ちゃんの日記だなと思って見ててください、ね、コメントしづらいよね。服とか乗せられてもあ、うんって感じだよね。インスタストーリーとかは結構なんてことない動画とか載せるので、まあ、ストーリーメインで見てくれたらいいかなって感じです。いいねの数は私は見れるけどみんなからは見えないようにしてる。でもいいねの数は別にそんなに気にしてないけど、いいねしといてください。私泣き卵名人ありがとうございます。まあよもう夏になるのかな。春の予感があんまりないんだが、でもいいの今日、やば、また寒くなるのかな。大事、雨、あ、そうなんだ、危なくなった。なんかさ、地球やばくない、気候変動やばくない、ビビってんだけど。私めっちゃなんか地球大丈夫かなってなってる。気候変動変動してる気がする。ね、怖いね。あと50年は大丈夫なのか。習いとか、僕らの宿舎とか。沈むかな、どうな、北極の通り氷っていうか、多分その島とかにくっついてる氷が溶けたらやばいかもね。北極っていうか、あの大陸にさ、寒い地域とか氷がバーってひっついてるじゃん。ああいうのがやばいらしいけどね。
レートにしといて気分で巻くかも。でもなんかさ、STU の曲ってさ、割とさ、なんか異彩を放ってない。 STU って曲結構さ、なんか特殊だよね。なんかそこが好きなんだけど私。そらさ、煽り曲をさ、全部入れたから盛り上がるけど、なんかそこで、なんか、ね、なんだろうな、重恋みたいなのがあるから、重恋やってないけど昨日は。って何？なんかそれは大変だよみたいなこと言ってるけど、そっちこまえて何ってなってて、めっちゃ適当なこと言ってたんだけど大丈夫かな。ショッピングモールとかもさ、なんか渋谷にパルコがあるぐらいしか分かんなくって、パルコ広島にもあるしどうしようとか思って、なんかもうめっちゃ適当なことばっかり言ってたの。え、あっちこまえはライブできるの？するの？広場みたいな感じ？見てて分かった。え、渋谷に丸いはある？あの丸いはあります？デパートの。あ、ライブはできません。あ、そうなんだ。よかった、ツッコミ方合ってたわ。よかった。危ねえ。あ、あります、丸い。よかった。あの今回の2日間のテーマが田舎者感を出そうだったんですよ。みんな東京とかのアイドルだから、私たち瀬戸内の田舎から出てきたなんか田舎ガールですっていう感じを出すのをテーマにやってたんですよ、 MC 2日間みんなでね。だから東京わかんないですか、出そうぜずっとやってたんですけど、あ、もう本当にわかんなすぎて適当なこと言ってたけど、なんか田舎者だったら丸いよおいおいって読むのがあるあるかなと思ってやったけど、これ渋谷に丸いなかったらマジで滑ってると思って。あるんだ
悪くない？ない。江戸島にもスクランブル交差点であるよね。なんかこういう道路は見たことあるけど。ないの？スクランブル交差点。江戸島にもあるよね。だよね。だけど、でっかいのが東京ってことか。どこでもあるよね。だよね。前突っ込み方分かんなくって適当なことばっかり言ってたけど、本当に謎なことになってて、昨日私の中で。そうだけど楽屋帰ったらなんかすごい褒められたんだけど、でも私は褒められて嬉しかったけど、合ってるのか分かんなかったからめっちゃ怖かった。ヘタレ立ちをしながら、これはちょっとハチ公前ってなんだって大丈夫そうかなって思いながら歌ってたんだよ。いや褒められた、なんかよく拾いましたねみたいな、わかんないけどめっちゃ怖くて、これ渋谷ってか、まあ、東京の人に怒られたらどうしようとか思ってたけど、それっぽい感じになってましたかね。差し入れしますよって言われても、みんな差し入れの話しかできないわけだから、まあちょっと歩いた方がいいねって思いました。 MC のためにに染まらないでね。染まるわけがないね、昨日の感じだとね。染まる人で5年半アイドルやってて、この感じだから多分一生染まることはない。昨日の私の懸念点はそれだったので良かったです。ありがとうございます。ハチ公前はライブ一人でライブできる場所じゃないんですね。合ってたんですね。良かったです。おしゃれだった。なんか古着屋さんめっちゃあったし、カフェもめっちゃあったから、なんか楽しそう。カフェ巡りしたいなって思った。ちょっと何のリサーチもせずに行ったから全然分かんなかったんですけど、なんとかなりました。あ、10時ですが、
それで公演だったんだ。そうですそうです。あ、コメダ行ってるね。なんかそのさ、なんか同部屋が誰かとかを言ってもいいんですけど、別になんかさ、私そのショールームを一緒にするタイミングだったらいいんですけど、なんかシャワーとかを私がショールームやってる間に同じ部屋の浴びたりするって考えると嫌じゃん。ナイナイちゃんのシャワーの音なんだってなるから。だから同室とかってみんなあんまり聞かない方がいいんじゃないって思う、常識的に。だけどもうなんかすごい気にするよねみんな。え、なんか嫌じゃない普通に。私は嫌なので、もしなんか自分がシャワー入ってて、むしろ福ちゃんのシャワーの音だって別にキャってなんないけど、けどなんか自分が嫌なんだよ。だから、まあ、それを気にする子だって気にしない子いるけど、あれけど、だからなんかファンの人にどういう人誰って言われたら、え？ってなっちゃう。でも気になる気持ちもわかる。よいしょ。まあでも今日の同部屋はあのわかりますよ普通に。だって昨日あれは出てたね、フェスに出てたメンバーで同じ時間のに始まる子はもう彼女しかいないですから。仕事がね、仕事というか握手会の部がめっちゃ音拾う。 iPhone が優秀すぎてめっちゃ 音拾うんですよね。まあ、内緒にしてるわけじゃないけど、まあ、みんなもう分かってるでしょ。起きてるかな。もう一回スヌーズなったらね、めっちゃ目覚ましになるんですよ。昨日も一万円だったわけですけど、一生目覚ましになってしまって、多分大丈夫。ごめん、大丈夫。いってらっしゃい。おじさんのチーズケーキ食べたい。めっちゃ食べたい。でもあれさ、持ち帰りはさ、でっかいワンホールしかないのかな。どうなんだ。ホテル生活で好きなところない。いや、家がいい。ホテル好きなところは、まあ、その日電気代とかがかかんないとこですかね、自分家の。でもホテル代がかかってるからな。
じさんってすごいよね。いつ見てもなんか人が なんか買ってるイメージ。大阪の人も買うのやっぱ観光客以外じゃなくて。あ、ホテルになるとお風呂洗わなくてもすぐ貯めれるからいいかも。でもまあちょっと信用してないとこあるけどね一回水で流すけど。家で食べてもさ美味しいの何円ぐらいなんだろう。高いかな。ワンホール食べたいな一回。え、ワンホール食べたいな。今日買ってみようかな。贅沢かな。贅沢すぎるかな。ワンホール買って買いたいな。時間あったら。だよね、家帰って温め直せばいい。電子レンジでいいのかな。あったかいのがいいよね。グローディさんはやっぱ。あ、フライパンで焼けばいい。800円なの。安っ。めっちゃ2000円、500円ぐらい覚悟してた今。あまりお土産買う人いないの。私基本お土産買わんかも。なんか友達とか家族とかにも。自分の食べるのは買うけど、あんまりお土産買ったことないな人に。噂のお客さん見たよ。京店ちゃんがすごいって褒めてた。ありがとうございます。ホール食いやってみたいな。新大阪の駅前線ならメックシアまでやってる。あ、そうなんだ。いいね。こんにちは。敬意を持った意味でオタクって言葉を使わせてもらうけど、マジオタクと喋りて、オタクと喋りたいわってなってるって。すごいなんかもう世俗的な言い方をすると。なのでマジで楽しみにしてるんでお願いします。遅れずに来てね。ファンの皆様、アイドライズ輝いてありがとう。超楽しかった。全力でやりました。今さ、ファンの人とさ1対1で
なんかやるイベントってないからすごいね、貴重なんだよね。もうだって今日終わったらしばらくないからさ、やっぱこう一対一で顔を見てなんかね時間を共有できるっていうのはさ、オンラインでもできるけどやっぱ直接もさ大事だからさ、すごい楽しみです。大事な大事な時間をいただいております。ありがとうございます。近距離ではないな、マスクしてるし、ビニールカーテンがあったかもしれない。どうだっけ、ちょっと分かんないですけど、てか大丈夫かな。何時に起きる目標、あと10分ぐらい寝るか。私ここのいるから。ループしてました。ソーリー。ただいま。おめちゃん。そうだったらするわ。あとお話し会さ、換気があるから結構お話し会の合間暇だからな。なんか誰かがショールームするとか言ったら乗っかってやろうかな。分かんないけど。カツアート10個ありがとう。あ、20個ありがとう。30個ありがとう。40個ありがとう。50個ありがとう。6アイドルに会えます。ホワイトデーは明日かな、違う、明後日、今日が12日だから13日なの。え、私昨日アイドライズでさ、明日も楽しんでくださいって言ったけど、明日ない、もしかしてアイドライズやらかしたかも。明日もアイドライズあると思ってた。
刺激、福ちゃんも刺激、今日頑張ってね、8枚目のリアルスナックにあるお話し会は絶対に行きます。待ってます。近いし。